アポーストル家の紋章。ウクライナのヘーチマン、ダヌイーロ・アポーストルロシアの革命家、セルゲイ・ムラビヨフ・アポーストル・アポーストル家は、17世紀半ばから19世紀前半にかけて存在した、ウクライナコサック長官の氏族の一つである。モルダビア公国の氏族出身。18世紀末にロシア帝国の貴族となった。アポストルとも、初代コサックの長官。フメリニツキーの乱のコサック司令官の一人、ヘーチマン国家ムイールホロド連隊の連隊長、二代コサックの長官、パウロ・アポストルの長男、ヘーチマン国家ムイールホロド連隊の連隊長、東国のヘーチマン、三代コサックの長官、ダヌイーロ・アポストルの長男、ヘーチマン国家ムイールホロド連隊の連隊長、東国のヘーチマン、ロシア・トルコ戦争に討ち死に、コサックの長官、ダヌイーロ・アポストルの次男、ヘーチマン国家ルイーブヌイ連隊の連隊長、1725年から1730年にかけて、父の人質として、ロシアのサンクトペテルブルクで暮らした。18世紀の貴重な資料、アポストルの日記を書いた。妻は、ロシア貴族、アンナ・ヘラースコワ、コサックの長官。若年で病死。ロシア帝国の貴族。ダヌイーロ・アポストルの長女。ポルタバ連隊長、バスイリ・コチュベイの妻。ロシア帝国の貴族。ダヌイーロ・アポストルの次女。ニージン連隊長、レオニド・ジュラキーウシクイの妻。ロシア帝国の貴族。ダヌイーロ・アポストルの三女。大軍蔵人イハーイロ・スコロパードシクイの妻。ロシア帝国の貴族。ダヌイーロ・アポストルの四女、イヴァン・ロムイコウシクイの妻、ロシア帝国の貴族、ダヌイーロ・アポストルの五女、ペトロ・クリャーブカの妻、四代コサックの長官、ロシア帝国の貴族、ヘトロー・アポストルの長男、ヘーチマン国家大軍騎手官、小ロシア委員会の一員コサックの長官、ロシア帝国の貴族、ヘトロー・アポストルの次男、コサックの長官、ロシア帝国の貴族、バスイリ・アポストルの長男、ヘーチマン国家ムイールホロド連隊の役人、ロシア帝国の貴族、ペトロー・アポストルの長女、ロシア帝国の貴族、ペトロー・アポストルの次女、ロシア貴族マツベイ・ムラビヨフの妻、ロシア帝国の貴族、ペトロー・アポストルの三女、アポストル家が絶えるとその家名は、オレーナ・アポストルの息子イヴァンが受け継ぎ、イヴァン・ムラビヨフ・アポストルと名乗った。イヴァンの息子、セルゲイ・ムラビヨフ・アポストルは、デカブリストの乱の首謀者の一人であった。ありがとうございます。